マヌエル・フラガ・イリバルネ。マヌエル・フラガ・イリバルネは、スペインの政治家。フランコ政権の閣僚中英大使。国民党創設者。元ガリシア州首相。1922年、マヌエル・フラガは、ガリシア地方のルンゴ県ビラルバに生まれた。サンティアゴでコンポステーラ大学で法学を学んだ。1962年から1969年までの間、フランコ政権の情報。 観光大臣を務める。情報観光大臣時代、限定的な出版物の自由化を認める出版法を制定した。1973年から1975年までの間、中英大使としてロンドンに赴任している。フランコ死去後の最初の政府であるカルロス・アリアス・ナバーロ政権で、副首相権内務大臣に任命される。1976年、 国民党の前身である国民同盟を創設した出身地のガリシア州首相を1990年から2005年までの15年間務めた2012年1月15日死去89歳没。ありがとうございます